卒業おめでとう。おめでとう。いただきます。いやーこれやばいよ。うわ、大学ほとんど行けなくなって、なんならずっと家にいたからさ。幸せ？鳴らすと幸せになれるっていう言い伝えが本当に島で。3時間半です。どうちゃん？今日もはい、すごい天気。めっちゃ天気いいね。ジャスです。マイです。まさこです。今日は沖縄に卒業旅行に来ています。学生最後の思いで3人でいっぱい作ろうね。それでは行ってみよう。行ってきます。じゃあまさこ運転よろしくお願いします。お願いします。頑張るよ。まずはね、海風テラスに行くよ。はい。インスタ映えのとこだよね。そう確かによくインスタで見るかも。え、ご飯何食べますか？でも暑いから普通にかき氷とか食べたい。かき氷食べよ。あの、かき氷の前にご飯食べたいんですけど。ソーキそばいいね。ソーキそばか、沖縄そば。やばい。気温が最高なんですよ。出てきたね、沖縄さん。今日も素敵だわ。美味しいって言ってたやつ。え、そう、絶対美味しいんだよ。花々商店。あ、それだ、それだ。ここに行きたいです。見つけました。ありがとうございます。いただきます。めっちゃレモン乗ってるんだけど。やばい。え、しかも見て、ピンクめっちゃ可愛い。生姜ね、超入るんだけど。めっちゃさっぱりしてる。いや、もう汁が本当に美味しすぎて、こうレモンとめっちゃ合うよね、うん、本当にさっぱりしてる。しかもさ、麺のコシありすぎてやばいんだけど。気温とね、うん、そう、合いすぎて、ね、最高。食べてるのがやばい。で、シークワーサーのミルクエスプーマだって。今からジャスちゃんがかき氷持ってきてくれます。まだかな。もちろんスプレーもの時間だよ。やばっ、ふわふわ。どう？消える。消える？消える。マジすぐ消えるから。てかもうこのサク感がすごいね。幸せ。幸せとはこれかもしれない。うわー、すごい。いちご。おいしそう。いちご。え、これすごいんだけど。なんだろう、ふわふわなんだけど。中すごくない？うん、中に何入ってるんだ。またクッキーだよ多分。え、うん、うん、クッキー、めっちゃ美味しい。みんなやりたいって言ってたでしょ。はい。バギー。バギー。バギー乗れっかな。行ってみよう。やってみよう。これはもうぐちゃぐちゃになる未来が見えています。はい、はい、なろう。エンジンかけていきます。はい、ここにメインキーがあります。はい、これを自分の方側にカチッて回してください。いやー、これやばいよ。うわテラスから眺めも良さそうだしね、うん、これで卒業できるよ、うん、イエーイ。卒論提出した提出した。だから海に来れたんだよ。卒業旅行じゃなかったらさ、うん、こんな贅沢なとこなかなか泊まらんやん。なかなか泊まらんと社会人になる前の準備がして。おー、めっちゃすごいんだけど。海見て、地面のアーベータッチが目の前の。
はい、じゃあ行ってきまーす。来たよ、国際通り。国際通り。乾杯。乾杯。めっちゃ映えなの。すごいインスタとかでよく映えるって言ってる。え、そうだよ、そうだよ。Let's go! Go, go! I've been chasing you like the tail of a dog. I don't get no sleep when we kiss in the dark like we do. I just love the way it feels. 氷オーシャンタワーにやってきました。めちゃめちゃ綺麗なんだけど。大上階の展望台に入りたいと思います。カメラ反対向けます。じゃじゃーん、幸せの鐘です。こちら鳴らすと幸せになれるっていう言い伝えが本当に島であるらしくて、これをみんなで好きなんすか準備してください。まさこも、はいはい、せーの。ビーチに寄ってみます。ホテル近くのビーチにやってきました。めっちゃ綺麗。さっきさ車から見ててめっちゃ行きたいと思ってビーチの。もうすぐ卒業だけどみんな、学生生活どうだった？学生生活、私たち大学1年生の時はさ普通に大学生やって、2、3年生で大学ほとんど行けなくなって、確かにオンラインになってるね。なんならずっと家にいたからさ、そうだよね、まあ、留学諦めたりとか、そのやりたいことやりきれなかったみたいなところあったけど、多分最後の4年生でさ確かにマジで追い上げたよね、まあ、追い上げた3人だよ ね、 もう最後の1年やりきろうみたいな詰め込みまくったから。そうだね、そうだね、なんかそうやって結構辛い時期とかも一緒に支え合って乗り越えられたよ ね、 ね、社会人とかなってね、みんなバラバラになるかもだけど、そうだ、ね、こうやってなんかリフレッシュ旅みたいな、うん、いろんなところ行きたい。今回沖縄だったけど、北海道も行きたいし、金沢とかもね行きたい、行きたい、行きたい、行きたい。学生が終わるのが嫌っていうより、だけ自由にみたいにはなんね、ラフに会えるっていう環境ではなくなるから、そこに対してのちょっと不安はあるかな、単純にちょっと寂しいしね、寂しい、今までみたいに会えなくなるのとかって、まあ、でもそれ考えると今回こうやってちゃんと沖縄に旅に来れてさ、めっちゃ良かったよ、ね、これって良かったよ、ね、本当にリフレッシュ旅、卒業旅行はこれでおしまいということで、終わっちゃうけど次OL 旅行、社会人旅行社会人旅行ね、定期的に行きたいね、女子旅、女子旅したい、女子旅しよう、楽しみだ、楽しみだね、頑張っていきましょう、頑張りましょう。私たち卒業おめでとう、おめでとう。